はい、皆さんこんにちは、あちでございます。さあやっていきましょう。もう泣きそうです。泣きたい。泣きたいなあ。ドルチェのあずみくんとうちのいいは昔からの知り合い、ピンクラスはだいぶ前に倒産したはずだ。アフロス知らない。深夜の外出を覚えてない。まいったな。でこの脅迫状ね、雑誌の切り抜きくらい誰だとするだろうと。わしの家から脅迫状作成に使った切り抜きが見つかったの。いやもうそこは出てんのにね。いやー、もういったね。いっぺんちょっと戻りましょうか。ああでも聞き込みに行ったらいいかな。聞き込み終わってからにしましょう。分室に戻りたいですね。この急に言われてもっていうことは、この人もまだ何か聞けてないのかな。これフラグ、何かのフラグ1個だけなのかな。1個だけのフラグを拾ってこいって言うんだったらかなり辛いかもわかんないね。ほんとそう当たりじゃないと。例えば琥珀色なんかはおそらく回収するフラグ必ずこれっていうのは決まりきってないような気がするんですよ。結構スムーズに進んだんでね。だからこのフラグは回収できてないけど、こっちのフラグは回収できてるから OK みたいなのがあるような気がするんですけど、このゲームはどちらかというと、もうこのフラグ必ず回収しておかないといけないみたいな感じがしてきましたね。なので詰まっちゃうと、もうそれを探さないともう宝探しだね。ママのお店で働いた子にあげたのよ。そうそうそう、香りね。アフロス、香りはね、香り、塔の香り、投げやりな感じの子だったわねと。めぐみさんは知らないのか。じゃあ聞き込みしてみましょう。これが長い。また左上から行きましょうか。あららら、左上のブロックから行きましょう。はい、まあ一番右、左上から行こうかな。ごめんなさい、ちょっとね、喉がね、まだコロナのね影響が出てるかもしれないですけども、あーでこれ攻撃クリニックか。もういいでしょう。で聞き込み続けましょう。こっち行ってなかったね。被害者の人を知りませんし、話すこともない。やった。はい、
いやそっちじゃない、え、神崎クリニックさんはお得意さんですから、あ、お酒が好きでしてねっていうことね。こっちも言っときましょう一応ね。前にこっち回らないといけないのかな、殺人事件の捜査か、愛人って見えちゃったからね、引っかかったかなと思ったんですけど、でここ原宿プラザ、でこっちから行こうか、空き家ね、こっちも聞いておこう、あ、聞いたねこれね、裏のミリで時々変なものを燃やすんで困っちゃうんですよと、これ聞いたね。あ、そうか、モダームがあるのか、ここ。川久保さんはその日編集者の方と来ました、閉店の直前までいましたから11時頃までいたと思いますよ。神月さん、あ、神月クリニックの一丁さんいましたよ、同じ日でしたよね、24ですね、確か10時半頃までいたと思います、車どなたも歩いてお帰りになりましたよ。あー、モダームビルか、刑事さん、この写真の人ですか、あ、24日に通りましたよ、夜のね、9時50分だった、その時時計を見たんです、確かです、前にうちで商品を買ってくれた人なので、よく覚えていました、隣のビルに入っていったような気がしましたが、ちょっと待ってね、これは前読んでるんですけど、9時50分に隣のビルに入っていった、ああ、やっぱ入っていったんだね、9時50分にね入っていったんだよね、で9時50分に入っていったっていうことを、誰も来なかったってあの日のことでしょう、行ったで、あ、この前行ったでしょ、誰も来なかったってあの日のことでしょうと、いや9時50分に入っていったっていう証言が得てるんだけどね、確かですって言ってますね、この人も怪しいのか、ますます分かんなくなってきちゃった不動産屋の社長でしょ、時々この前を通りますよ、夜が多いですね、なんか近くに女がいるんですよ、女が、あ、なんかコメントが変わってる気がするね、9時50分に来てんですよね、この人も嘘言ってんのかな、ねえ、24日の夜はうちのビルには誰も来ませんでしたよ、警備員室以外は非常口が1箇所ありますが、そこは普段は閉まっていますから、ここの前からしか入れないんです、
もう夜このビルに入るにはこの部屋の前の入り口しかないんですよ。出入り口はもう一箇所北側に非常口がありますが、そこの鍵は社長と私しか持っていません。やっぱりあれか、鍵を戻しました。脅迫状ね、とんと見当がつきませんが、この人嘘言ってる感じはしないんだけどね。ないもんね。ないない。応接で川久保さん、君原さんの話はしたくないわか。アリスとは、アリスでは総賀さんと取引ありましたか。そんなひどい目に遭ってるなんて知らなかった。みんな言いたい放題だね言いたい放題だな。秘密の入り口なんかは知ってたんじゃないの。または社員の誰かに頼んで開けてもらったとか。このビルで殺されたんだから、うちの社員が犯人ということもそうだね。あ、結構化粧品のこと聞いてくれたんだ2階の女の子全員に聞いてみましたが、24日に化粧品を置き忘れた人はいませんでした。仕事でも使わなかったそうですからと。気持ち悪いわね。遠野とかいう娘でしょう。あとの写真は知らないわと。平瀬さんに聞けば分かるんじゃないかと。多分犯行に使う、凶器はこの丸ノコなんですよね、おそらく。E さん、早く分室に戻りたい。よく喧嘩して、喧嘩してやめちゃったな、平久とね。はいはいはい。できるなら話したくはないんですけどね、アメリカでと。彼女を乱暴してしまったんですよ。誰が本当のこと言ってるのかもう分かんなくなってきちゃったね。こんなことするような感じに人には思えなかったとかも言ってますし。
足がその不自由だったんだね。アリスに言ったのをもう知らなかったんですからと。作品のコピーが出てと。彼女の話を聞きました。アメリカでの事件ね。ドレープね。そうそう、平石さんがねと。犯行現場、応接室と聞いてびっくりしています。毛利君はあの部屋で犯人と会っていて殺されたのです。そうでしょ。さあ、毛利君を恨んでいた人など知りませんし、ちょっと思い当たらないですね。それにあの日はみんな帰ってしまった日でしょう。多分毛利君と一緒に入ってきて殺した。当社とは何の関係もない人じゃないですかと。北側の左の小さい出入り口のことですね。あそこから毛利君と犯人が入ってきたと思っているんですか。そういえばあそこは警備室とも離れているから警備員に見つからずにビルの中に入れます。しかしそこは夜は必ず閉まっていますよ。もう聞いたよみんなそれ。この写真あなたからもらったんだね。それでね、私が差し上げたと。いやー、ちょっと参ったなあ。そうだ、まだあれだったんだね、聞き込み中だったんだね。ねえ、これがね、9時50分だったって言ってんですけど、ピアザビル、モダムビルが犯行現場、犯行場所だったんですか。24日の夜は私は仕事があって8階にいましたが、道路の向こうのモダムビルには郷田さんが8階の社長室にずっといましたよ。私は11時ごろ帰りましたが、それまでは社長室から一歩も出ませんでしたね。私は仕事で何だか郷田さんには会っていますから確かですと。じゃあ郷田さんじゃないのかいと。ってなっちゃうんだよね。もう人間欲しいになってきちゃった。人間欲しいになるね、このゲーム。これ何、どこ。ああ、ドルチェか。ああ、事件のこと聞きましょう。なんもないね。アメリカでの実験、アフロス。これしつこく聞いてもね、ダメだもんね、このゲームはね。入院歴。いや、ダメだね。だ、これで聞き込みは終えてよいのか。他ブロックいきましょう。分数戻りましょうね。あ、時間良くなってきちゃいましたね。いや、ほんと今週何もないわこれ。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。